人肉が食いてー、人肉が食いてーよー。俺は水星人、一日に人間を一人は食わないと血が狂ってしまうのだ。しかし今回の話とこの水星人は全く関係はない。ないのー。特に理由はないが、俺がパパ活について教えてやろう。ありがたく思え。一応聞くけど、お前の言うパパ活って育児的なやつの話か？おじさんによる性教育の話だ。帰らせてもらっていいか？残念だったな。扉はすでに封鎖済みだ。うわー、出してくれー。うるせえ、ジタバタすんじゃねえ。セリフが完全に誘拐犯のそれじゃねえか。誰が好き好んで売春の話なんか聞くもんか。拒否るなー。パパ活はお前の言うようなものとは違う。どうやらお前はパパ活している人間に対してのリスペクトの精神がないようだな。あるわけねえだろ、そんなゴミ精神。二度とパパ活を遠行と同類にするんじゃねえ、このアパズーが。なんで俺はこんなにキレられてるんだよ。わかったわかった。じゃあパパ活って何なんだよ。パパ活っていうのは、若い女がお金と引き換えに経済的に裕福な男性と食事やお茶をする活動のことだ。今スマホ見た？つまり金もらってデートしてあげてるってことか。ここだけ見ると遠行と大して変わらねえな。遠行との大きな違い、それを教えてやろう。パパ活は遠行だと主張する人へ、遠行とパパ活は絶対に違うもんだと思うんだけど、具体的に何が違うかというと、遠行で動くお金は消費で、パパ活で動くお金は投資。遠行おじさんに性的に使い捨てられるか、パパに人として成長させてもらうかの違いは大きいと思う。違いないだろ。呼び名が気に入らないだけだろ。成長できている要素どこにあるんだ。まあとにかく、パパ活は今や日本の流行の鬼滅に並ぶ最先端と言っても過言じゃねえってことだ。鬼滅に謝れ。さあまさきも流行りに乗り遅れるな。今すぐパパ活を始めるんだ。誰がやるか。それ以前に俺は男だぞ。大丈夫だ。今すぐチンコをちょん切ってやる。大丈夫な要素はどこにもねえよ。そんな理由で男の尊厳を捨てられるか。パパ活を舐めるな。パパ活はスポーツでもあるしビジネスなんだよ。そんなクソ理念は今すぐ捨てちまえ。普通の会社で働いても手取り20万ポッチ。今の時代パパ活するのが賢い女の稼ぎ方だぞ。男だ。さあまさきも今すぐパパ活を始めて人生バラ色にしようぜ。嫌だわそんなうんこ色の人生。わかった、言い方を変えよう。俺に今すぐチンコちょんじられるか、おとなしくパパ活するか、どっちか選べ。結局脅迫じゃねえか。俺はお前の選択を尊重してやるぜ。そういうのは選択とは言わねえよ。やっぱりネットで知らない人と会うのは緊張するな。そろそろ待ち合わせの時間だけど、変な人だったら嫌だな。うぶしろいのりさんかな。あ、プレデターさんですか。人肉食いたい。俺、人肉食いたい。あ、やっぱり、人違いです。俺、お前、食う。俺、急用思い出したんで、帰りますね。もう我慢できねえ。食わせろー。助けて、誰か助けて。いやー、儲かった儲かった。知り合いいるだけでこんな大金もらえるんだから、世の中捨てたもんじゃないよなー。